はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。今日は完全な、雑談会というか、トレーニングと関係ないお話をね、していこうかなと思います。最近ね、ちょっとね、こう、隙間時間とかに、なんかちょっと遊べるものないかなと思って、いろいろね、探してたんですけど、まあね、スマホのアプリとか、今いろんなね、面白いものたくさんあるんですけど、なんかスマホとかじゃなくて、なんか遊べることないかなって思って、実は探してて、これやっぱり面白いなと思ったんで、改めてね、ちょっと今日はそのお話をしたいと思います。それがこちら。はい、こちらです。もうお分かりですね。みんな大好きトランプでございます。トランプね、最近こう、これ100均のやつなんですけど、トランプ最近買って、夜寝る前とかね、ちょっと遊んだりとかして、寝るんですけど、トランプやっぱ面白いですね。うん、なんかこう昔からあって、やっぱりこうずっと遊ばれててね、うん、楽しいなと思います。で、いろいろね、ババ抜きだったりとか、大富豪だったりとか、まあ、いろいろね、こうやったんですけど、やっぱりね、こういろんなルールができるのがまたちょっと面白いなと思って、で、最近ね、大富豪をやることが多いんですけど、例えばね、この8を使ったら、8がね、こう場が流れて、もう一回自分が出せるとか、あとはなんだろうな、11を出したら、その強さが反転するとかね、うん、あとは4枚一緒に出したら革命とかっていう、なんかいろいろローカルルールがあるんですよね。なんかそれがまた面白くって、このルールはやったことある、このルールはやったことないとか、僕の知らないね、そのローカルルールとかもあったりとかして、うん、なんかそのルールをどういう風に決めるかっていうのが、なんかちょっと面白いなと思いましたね。うん、で、ちょっとね、大富豪によった話になっちゃうんですけど、僕、いつだったかな、高校生の時かな、このぐらい山があるわけじゃないですか。まあ、これをね、こうやって切って、で、配ってやるんですけど、なんかね、少人数でやるみたいなのが流行ってて、まあ、3人とか4人とかって流行ってて、7枚とかでやったのかな、こう、みんなで1枚ずつこうやって配って、1、2、3、4、5、6、7、7枚と、1、2、3、4、6、7枚とかってこう用意して、で、それぞれにこう渡すんですよね。なので、まあ、全部配りきってないんで、残ったやつは、また次でこう、使うんですけど、この7枚で勝負をするんですよ。7枚で勝負して、で、まあ、山札がこのね、あって、その第2回戦はこの残ったところからまた7枚とかってやっていくんですけど、それを何連戦か、3連戦ぐらいになるのかな、して、まあ、トータルで一番負け数の多い人が一番勝ち数の多い人に、ジュース1本とかね、そういうのをやってました。なんか懐かしいなと思いながら、そのね、大富豪最近やってるんですけど、昔からね、あって、やっぱりトランプってマジックとかにも使われるし、いろんな遊びができるし、本当に手軽で面白いなと最近思いましたね。アプリとかね、電子的な遊びがね、こう増えてきてますけど、こういう昔からある遊びっていいなって思いました。あとはね、ちょっとまだね、手に入れてないんですけど、人生ゲームとかもね、やってみたいなと、個人的には思ってます。皆さんは、どんな遊びをね、今までやってきましたでしょうか？けん玉とかもやりたいよね。だからこういう古き良き遊びみたいなのを、ちょっと、やってみたいななんていうふうには、思っています。今までちょっと眠ってたところのね、脳が活性化してね、運動神経が良くなったりなんていうこともね、あるとは思うので、ちょっとね、皆さんもぜひ自宅にトランプ買ってね、家族でできる方とかは、ぜひやってみるといいんじゃないかなと思います。はい、すいません、今日は完全なね、雑談会で、トランプのお話をさせていただきました。まあ、運動のこととちょっと関連づけると、コーディネーションっていうね、ジャンルと合ってくるかなと思ってて、まあ、脳の回転をね、良くするっていうことは、さっきも言いましたけど、体のね、機能にもつながってくるので、まあ、こういったので遊ぶ、しかもこう指をね、動かして、例えばカードをこうちゃんとこう広げるとかね、こういうそのなんか操作っていうのも、手先の操作っていうのもすごく大事なことになってくるので、まあ、そんなところを考えても、トランプっていうのはね、すごくいいかなと思います。うん、まあ、スマホでね、遊ぶとかも、悪くはないと思うんですね。一生懸命考えて、これをするためにはこうしようって考えることはね、すごくいいと思うので、スマホも僕はね、悪いとは思わないんですけど、でもやっぱりね、目が疲れたりとか、単純にね、眼精疲労になってしまったりとかはするので、まあ、こういったね、古い遊びをちょっとやってみるっていうのも一ついいかもしれませんね。今度ピーコと一戦やった動画とかも出してみようかな。どうやってやるんだろう、どうやって編集するんだろう。
そうそうです。はい、ということでね、またちょっとこういうトレーニングと関係ない話とかも少し混ぜていきながら今後チャンネル運営していきたいと思うので、息抜き程度に見ていただければ嬉しいです。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。